まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 65g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で10分放置すれば OK です。その間に生地に使うバターの準備をします。無塩バター 19g を測ります。レンジ 600W で10秒から様子を見ながらチンします。はい、このように指で押せる柔らかさになれば OK です。液状は絶対に NG です。膨らみが悪くなる原因となります。卵は容器に割り入れて、殻座を取り除いておいてください。はい、10分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 200g、塩 3.9g、砂糖 20g、卵黄1個分20g、 人肌ほどに温めたぬるめの牛乳 60g、 夏場は冷たいものを入れてください。ひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよーく混ぜてください。混ざったら無塩バター 19g を入れます。生地全体によーく練り込んでいきます。はい、ムラがないようにしっかりと混ぜ込んでください。はい、混ざった後はこんな状態です。かなり粘り気があってベタベタとしています。もしこれよりも生地が硬いなぁと感じる場合は、常温のお水を少しずつ様子を見ながら足して、このくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分放置します。その間にミルクシートを作ります。ボウルに強力粉 20g、砂糖 36g、卵白 30g を測ります。泡立て器で滑らかになるまでよーく混ぜていきます。はい、こんな感じで滑らかになりました。そしたら牛乳 80g を入れます。さらによく混ぜていきます。で、結構この底のところに塊が残りがちです。なので、塊を溶かすような感じでしっかりと混ぜてください。はい、混ざったらレンジ 600W で1分40秒チンします。固まっているところをほぐすような感じで泡立て器で混ぜていきます。はい、こんな感じでちっちゃいダマのようなものはできても大丈夫なので、しっかり混ぜていきます。さらに 600W で1分加熱します。泡立て器で滑らかになるまで混ぜていきます。はい、こんな感じで混ぜていくと滑らかになってきます。硬さの目安はだいたいこのぐらいです。で、もしこれよりも緩いなーっていう場合は追加で加熱をしてこのくらいの硬さに調節してください。隠し味にレモン汁小さじ1/2を入れます。さらによく混ぜていきます。はい、でだいたい横が12センチで縦が16センチぐらいの大きさにします。で麺棒で軽くコロコロと伸ばして厚みを均等にしておきます。冷蔵庫で30分以上冷やしておいてください。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで自然とグルテンが生成されています。これがグルテン膜です。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。ビヨーンと伸ばして折りたたむ、ビヨーンと伸ばして折りたたむ。伸びなくなったら外から中央にぐいっと折りたたみながらこねていきます。はい、ひたすらこれの繰り返しになります。無理のない力加減で手を痛めない程度にこねていただければ大丈夫です。はい、3分こねました。まとまっているように見えるかもしれないんですが、触るとこのようにベターっとしています。これで OK なので安心してください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ヘラで中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるので、ガス保持力がアップして、この後の一次発酵でしっかりとガスを溜め込むことができます。はい、こんなもんで OK です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で40分から50分目安、2倍の大きさになるまで一次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。はい、一次発酵が完了しました。今日は冬で室温も低かったので、膨らむまで50分ほどかかりました。夏場だと35分から40分ぐらいで一度様子を見てみてください。濡れ布巾を敷くとまな板が固定されるので作業がしやすいです。生地に打ち粉を振っておきます。まな板にもしっかりと打ち粉をなじませておきます。で柔らかいので取り出しにくいとは思うんですが、指をグッグッとボウルの底の方に入れ込みながら少しずつ生地を剥がして取り出します。両面に粉をまぶしておきます。で手である程度まで伸ばしておきます。はい、ある程度まで伸ばしてから麺棒でさらに伸ばしていきます。30cm×17cm 目安です。こちらは冷やしておいたミルクシートです。真ん中に置いて、でこんな感じで押さえて生地にしっかりと密着させておいてからラップをゆっくり剥がすときれいに剥がせます。角を少し出しておいて、こんな感じで封筒包みにしていきます。はい、こんな感じでつまんで閉じていきます。この下のところと、あと上のところもしっかりつまんで閉じておきます。そしたら縦向きに置きます。滑りがいいようにまな板に粉を振ってから生地を置きます。最初は必ず押さえながら伸ばしていきます。真ん中から上に、真ん中から下にっていうのが基本になります。真ん中から上、真ん中から下っていう感じです。で、こう綿棒にくっつくときは必ず粉を振ってから作業してください。横も最初は押さえながら伸ばします。はい、ある程度押さえながら伸ばしたら、今度は綿棒を転がしながら伸ばしていきます。この時も一緒ですね。真ん中から上、真ん中から下っていう風に伸ばしていきます。縦 37cm、横 17cm ぐらいまで伸ばします。三つ折りにします。で、また縦向きに置きます。この時にここのひだのところをしっかり揃えておくと仕上がりが綺麗になります。この上と下のひだのところを丁寧に揃えておきます。で、綿棒でグッグッと押さえて圧着という作業をします。いろんな方向から押さえて圧着してください。では再び伸ばしていきます。まな板に粉を振って滑りを良くしておきます。はい、もう最終伸ばしになります。先ほどと一緒で最初は押さえながらです。真ん中から上に、真ん中から下にっていう感じです。横も同じです。最初は押さえながら伸ばします。ある程度押さえながら伸ばしたら綿棒を転がしながら伸ばしていきます。縦 26cm、横 17cm まで伸ばします。はい、伸ばしたものがこちらです。で、横長に置きます。で、粉を少し振っておいて8等分になるように下書きをしていきます。これも大体で大丈夫です。大体8等分になるように下書きをします。で、切るときは包丁で押し切るようにして切っていきます。こうギコギコ引きながら切るとぐちゃっとなってしまうので、押し切りながら切っていきます。はい、そしたら作業をするときはこの手に粉をつけておくとこうベタベタしなくてやりやすいです。で、こうトン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 と叩きながら優しく伸ばします。そんなに長くなくて大丈夫です。はい、そしたらこんな風に持って、で、くるっと後ろから前に持ってきて、で、ここに入れます。ノット型です。